どうも皆さん、こんにちは。現在社長の佐藤翔です。今日は、僕は、名古屋、市役所、さんに来ています。で、今回なんですけども、今、うちの会社、センタクが、進めているホームケアステーション、サテトの、指定申請の受理にやってまいりました。で、もう僕ですね、去年の10月前から書類の準備を始めてて、今2月、4ヶ月前かかって、準備めちゃめちゃ大変だったんですけど、こうようやくその、作成した書類の、受理をしてもらえるということで、で、しかも、なんと CBC テレビさんも取材に、同行してもらえるとのことなので、今から行ってきたいと思います。そしておはようございます。おはようございます。今日は何しに来たんですか？今日はですね、名古屋市役所さんにヘルパー事業所の申請にしました。ということはまた新しいなんか事業を始めるんですか？そうなんです。今年の4月から、全国でヘルパー事業所を対象することにしまして、今日はその申請で、やってまいりました。いってらっしゃい。できますよね。本日は、障害福祉サービスの事業の申請ということで、受付をさせていただきます。はい。まずはちょっと書類の確認をですね、受付からと思いますので、よろしくお願いいたします。では、確認させていただきます。お願いします。はい。では、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、確認させていただきましたので、書類を受付いたしました。はい、ありがとうございます。ございます。お控えをお返しいたします。はい、ありがとうございます。はい、こちら、移動支援と、居宅介護、重度訪問介護です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。はい、ということで、今、名古屋市役所さんに、指定申請の受理をしていただきました。今日はね、CBC テレビさんも撮影していただいて、いろいろと、準備の大詰めに入っているところなんですけど、このまま順調に、4月1日に、ヘルパー事業所、ホームケアステーション、サテトを、オープンできるように頑張っていますので、皆さん、ぜひ、引き続き、応援してもらえたら嬉しいなと思います。それでは、今回の、サメチャンネルは、これで終わりたいと思います。今日も皆さん、お疲れ様でした。